ピーチキャッスルの借りさあ始まりましたピーチキャッスルのラジオ借りのお時間です、はい、このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組ですお相手はピーチキャッスル前代翔とピーチキャッスルの久しぶりにグラタンを食べた 中にほうれん草が入っていて久しぶりに食べてるので楽しみにしていたのに野菜の味がして嫌でした藤原でーすはいよろしくお願いします,しますえグラタンのほうれん草もきつい <laughs> なんかちょっと意外に味強かったな <laughs> マジでああいうのって大概味薄れてるけど <laughs> はいはいはい、はい、なんか惑わされておーおーなんかクリームとして惑わされてるかどうかわからんけど <laughs> なんかごまかされたのかわからんけど、ね、そう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 ,そう,そう,そう意外に味がちょっと主張がが強かったな <laughs> 主張が、うん、グラタンの野菜レベルもやっぱそれちょっと主張が強かったらきつい食べるのあ野菜が強かったらきついたまにグラタンにようん 玉,玉ねぎ入ってる時ないああ入っ,入ってる入ってる固形物として <laughs> あのズドーンって<う>あ,るあ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 るよあれ何い,いや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 玉ねぎよ玉ねぎ美味しいだろはあ <laughs> いやお前は玉ねぎ食えないからでしょいやいやいや違う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 マジ下手だろそれな,なんでよ <laughs> まあみじん切りとかいやいや例えばさ、うん、マジで専門にやってるさ、うん、なんか あのー分かる洋食屋さんとかでさはははいはい、はいグラタンに玉ねぎ入ってるのって見たことあるないさいやまあそんなには見たことないけどトロトロになるまでとかだったら分かるけどゴロって <laughs> ある時点でもう下手じゃん <laughs> 料理いやでもそれ,それが売りなパターンもあるよねたぶんもしかしたらなんかいやないって玉ねぎ本来の味も楽しめるグラタンとかなかあーないね ない、ね、やばいだろまああのお、ー、い <laughs> しいもん前入ってたらいやいやお,おいしいよ俺玉ねぎとかめっちゃ好きだよオニオンリングとかデジ大好きでしょえ何肉ぐらい好きだわけいや肉ぐらいまでとはいかんけどいやでも全然玉ねぎ俺だってあのー、家に玉ねぎがあるとするさ、うん、そうしたらあのー、何もご飯ない時とかは、うん、輪切りにしてそのまま生で食べるよ やば <laughs> そんなことあるからとか言いながらありえんやつさ食べたいってことうんなんか久しぶりにあのピリリ,リと効いた辛みがちょっと欲しいなって思ってきなんかあの A&W とかのあのー玉ねぎってデジ玉ねぎやし、うん、ああんかもう丸ごとあのリングがポロンといったあああるねあるねのあれがめっちゃ好きあの感じがああなるほどね そういう人もいるのか、うん、いるいるまあ東原さんは多分無理だと思うけどねもうああほら不思議でならないですよねあのコンソメスープとかに入ってるのもダメきついああきついねきついかあああれ出し取るためだけのものだろ固形物として食べるもんじゃないよ玉ねぎはああ野菜のその風味をスープに溶かすようなものがちょうどいいんですそう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  谢谢。<laughs> yeah, yeah, yeah. Uh. まあいいでしょうあ<ー>さあということでこの番組ではメッセージを募集しております <laughs>、はい、メールアドレスが797アットマーク FM ギノワンドットコム797アットマーク FM ギノワンドットコムとなっております、はいえー、そして本日もイクワングランプリを開催しております、はいえー、あなたの行く時の声をお聞かせください電話、はい、番号が0903015 07970903015 0797となっております、はい、番組終了5分前まで 受け付けておりまますすのでぜ、はい、ぜひぜひよろししくおお願いいた盆が終わりましたね、昨日で。終わりましたね。っていうか、その前にちょっといい,はい、はい、この帽子の被り方はダサいからいやいや、もうすぐおしゃれしてき、怖い怖い。いやいや、本当にじゃあ、おもう気づかんさ、お前って。ね、気づかんけども、はあ、今、ね、ポフってのせてるだけだよ。ああ、いや、そうそう,そう、それ、それじゃない、それ、ダメ。ここの帽子の これインスタでもあったけどさ先輩が言ってたけどさ「黄緑の吉田さん」って俺マジ思ってたんだけどね芸人しかやらんからこあマジで見たことある街中でこんなかぶり方してんのじゃあにどれが正解なのじゃ前髪を入れろ前髪を入れるああ入れてこのかぶり方は別にありだよねこの可愛くないからね前髪を入れるああそう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 あこうやったらまあ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 おあ まだけど、あのー、わかるわて、うん、なんか、前髪を <laughs>、あのー、入れてちゃんとかぶった方がいいっていうのはわかるけどおうおうなんかよこれ帽子取った時に前髪がデジなんかわかるペシャーってなるさあ<ー>それがちょっと嫌っていうのもあるわけよああなるほどねそうそうだから劇場とか、えー、この帽子かぶりに行く時に、うん、このまんまんずーっとかぶってたらこの髪の毛セットするときに こう取った瞬間にもうビャーンってもう分かれたりとかしてあ<ー>で濡らすのも嫌だわけよそれまた洗うのもだからもう前髪がだからこの髪型が嫌だってことやしこのペシャーってなるのがそれと多分一緒ぐらい出すのダサいから <laughs> でもそれに気づいてないからだから比重としてはお前こっちの方が今重いさ <laughs> ペシャーってなるのが嫌だなっていうのがあるさああで,で多分もうちゃんと見てる人からしたら、うん そのペシャーってなるのよりも嫌だから前髪出,すの前髪出るああそう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 ,そう <laughs> なんで出てんのって <laughs> じゃあもう帽子は前髪もチャンっぱ杯入れてもうビシッてかぶっああ<ー><む>まあまあまだねそれがマシましまだいいまあ俺もいちょっとやってましたけどたいやちょっと嫌だなって言ってうん、うん、まあ確かにな写真とか撮るときもなん,かなんで前髪出てるわって一応思うときもあったわって <laughs> やったばやん、うん、いや入れた方がいいんじゃないかなでももうなんか後からどうせセットするしなんかちょっとそれしんどいなと思ってもこのかぶり方はまあ要はあれだよね楽してるよねああ<ー>、うん、後々のことを考えて楽してるかぶり方をしてるっていうのはもう,う俺はもうぺしゃんってなるとかじゃなくて一応、うん、でも俺も嫌なら分かるかもう俺はもうよ <laughs> もうキーハガーするから <laughs> キーハガーって言うなやん <laughs> いつもな <laughs> ああ大丈夫大丈夫って <laughs> あ<ー>それが嫌だからさまあまあまあ <coughs> <coughs> だけどお前こんなやって帽子かぶったらもうずっとかぶってるよな一日中ないやかぶるよなんか途中でハーってなんか取りたくならんもん,なんかうんなるん全然嘘なんかちょっと蒸れたりとかしてなんか熱いなとか <coughs> ああ…まああるけど <うん S 3> 別に慣れるやんに なんか俺あんまりお前がこ,うこのかぶり方をして取ってるイメージがないなと思って、うん、ずっとかぶってるなと思っていやだから前髪とかおかしくなるからでしょああそれはもうじゃあもうばっちりもうだからこのかぶり方だからだったら最終からもう帽子はそれにかぶらないって決めないとああそういうことね <laughs> まあだからこれ,これがいいんでしょじゃあ今,今はまであううあーまあねあーまあ大丈夫 <laughs> ああ ごめんなさい。はい。そういやいるんですよ。はいはい。でで何でしたっけ？お盆いやお盆三日間あのジャーガルク青年会を僕ちょっとあのお手伝いしたんですけれども昨日よあの旧ユニオン前旧ユニオン前って言われてもご存知のみたいな感じで言われてもわからないですけど。あっち地域どこになんのかな？くわえおくわえ あの居酒屋茶壇の福耳福助があるところでああはい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 夜中の夜中まあ12時茶らの加えの福耳福助のところの時ろ十字路十字路あっていうところがあるんですよねはい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 ,はい、はい、でそこで12時ぐらいからなんかちょっとあのー、<laughs> いろんなこの青年会の人たちが集まりだしたんだけどおうお十12時って夜中のな夜中の遅いな2000人3000人ぐらいいたやつだそんなにデイージール <は>めっちゃいるよやばいだろびっくりしたもう例年衰えを感じないぐらいの本当にえ増え続けてる増え続けてると思うであと県外の人たちがめっちゃ増えてるなんでそれは分かんない県外の人なんかあのー、寄付金って言っておーおーこのお盆で道じゅこの練り歩いてるときに <laughs>、うん、なんか俺たちはもらったら名前発表するわけああそしたらもう千葉とか 大阪とか、えー、名古屋からお越しの誰々さんからいただきました金一封って言って<ー>県外の方もなんか青年会にえイー人たちが増えてたからびっくりしたえそれは何旅行で観光で来てんの観光でだと思うまあしゃべりはしなかったけどあとはもう多分いやあの追っかけなんだはず<ー>三脚とか薄磯でっかいカメラ持ってはもう固定してからずっと撮ってよこのエイサー隊を でちょっとなんかお、俺、この交通整理とかのなんかこう役やすわけ。うん、それでちょっと今からあの、定点で置いて撮りたいんですけど、どっか邪魔にならないとこってあります定点で置くレベル <laughs> すごっ。はぁと思って。はぁすごっ。すごいすごいすごい。だからなんか、あの、毎年、だから YouTube だとかなんか、うん、一応、きれいに上げてるチャンネルがいるわけよ。おおなんかきれいに上げてるチャンネルとかあれば。なんていうのあの、<laughs> 要は。 携帯で撮ったなって分かるのじゃなくてちゃんときれいなビデオであのボルト取るみたいな感じいやまあまあまあそいやそこまで白いやつありやしあの世界陸上とかでみんな持ってるあの白い真っ白のでかいのがあるだろキャノン砲みたいなあんなのではないささすがにあれやばいよなあれはやばいあれ俺か今ちょっと前ぐらいに聞いた話だけどあれ 二極化らしいいよはえどういう…白いのと黒いのがあるらしいばよおおうおうで会社が違うらしいばよえっ、ー、一つどこだったかなキャノンだったかなキャノンあですよね白がキャノンでしたっけ白がキャノンるで黒もいるばよあ同じんか色違いとこにで今はキャノンの方が押してるんですかねどうなんだろう今年なんか白が多かった気するんだよねなんか俺それ聞いてからカメラマンのカメラの色を見るようになって,てから見てみ 世界陸上とかオリンピックとか汽車とかって取ってりゃ飛車にまぎーのそしたら白いのは見たことあるだろある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 あれと黒もいるわ真っ黒えっ俺んか色違いかなと思ってた二極かブランドすごっそうそうちなみにあのボルトに何か「べし」ってかぶつけたのはキャノンだったやでいや言わんでいいもう言わんでいい蒸し返さないでいい あれはまあそういうちょっとしたハプニングがあったっていうことだから、うん、ああじゃあそんな感じのレベルで撮ってるってことそうそう撮ってた撮ってたびっくりしたで昨日このユニオンあこの十字路でこの2000人のいる観客の中で、うんえー、江口が打ってその後にジャーガルク青年会っていう演出が終ったそうそう,そうがあって打ち終わってで次ジャーガルク青年会が打ちますってなって、うんうん、でまあち,ちょっと時間が すっごいもう夜中だったから、あのーうん、エイサーのオーラス性、うん、このエイサー同士のこの喧嘩、うん、<で>あのー、太鼓の叩き合いっていうそうそうそうみたいなことだなでそれをやるかどうかみたいなちょっと微妙な空気になってて、うん、でもせっかくお客さんもいっぱいいるからちょっとだけやろうぜってなって、うん、こう江口とジャーガルク青年会がこうやったわけよ、うん、そしたらお前覚えてるかな8年前か9年前ぐらいに横から 北多区青年会っていう、また別の青年会の団体が、横から、うん、ああ、はいはい。ドッシャーンって突っ込んできて、あ分かる、覚えてる覚えてる。めちゃくちゃになった会があったわけ。ああ、覚えてる覚えてる。えー、昨日、それが起こった。ええー、嘘でしょ <laughs> すごっ昨日、死に大笑だったよ。やば <laughs> 大喧嘩 <laughs> え、どういうことだから、江口と、この、ジャイアル青年会が、こう、横にこう、 重なるよううにこ並んわけそしたら筋道の方から北玉の旗がゆらゆらしてるわけおやよ。来るぞ来るぞみたいな。で俺その時は俺ちょんだライやスだわけあの踊り手でしょう顔白く塗って顔白く塗ってエイサーは基本的に三振で引いて太鼓を叩くっていうね構図があってさらに周りで盛り上げるために。 にぎやかしの、まあ、分かりやすくてピエロみたいなのがいるけどなピエロみたいな感じでやってああ、うん、そしたらなんかこの <laughs> それをやってたんだやっててそしたらもうパッて見た瞬間に「おお旗がはたが立ってる」ってなって<ー>で俺この先輩のところに行ってなんか突っ込んできそうな雰囲気してますよって言ったら「うんサナジは全力で止めてね」って言われて<ー>で俺なんか同級生が結構8名ぐらいでこのピエロみたいなやつを<ー>サナジってのやって<ー>でサナジワで1回集合して。 止めてほしいってなってるから殴られるかもしれんけど頑張ろうねそんなことあるのそれ <laughs> そう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 てそう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 こでそんなそとあるんだ怖いんだけど。そうそうそうこ怖いやしああで俺なんかもこんな突っ込まれるのはもうちょっと慣れてなかったからはてじも嫌だと思ってああまあねもう 2D やさちゃんと普通に打とうよと思ってたけどあああああしたらんかこの。 交通整理してる人たちがもう俺たちのめっちゃ OB の人たちだわけ。お前たちよりさらに先輩からに上もう40代ぐらいの人たちがこのめっちゃなんか口喧嘩してるわけ <laughs> お<ー>あー来るな来るなって<ー>引っ込め引っ込めとか言って<ー>でそこから誰が手出したかは分からんけど<ー>なんか一触即発っていうの誰かが多分きたたま青年会か誰かが<ー>多分 OB か誰かをドーンっておっしゃった どけみたいな、うん、そこからもううわーんってええー <laughs> ぐわーってなって、うん、<laughs> で北多摩青年会もこの横から入ってくるのも、うん、もうあっちれてるか分からんけどもスピーカー大音量にしてから無理やりぐーんって突っ込んでいって、うん、三つともえやばっもうもうもうええそれじゃあ江口はどうなったの江口は止めてないの江口も,もずっと弾いてるわよで踊ってるわと止めはしないんだ止めはしなくて この北玉青年会をそう俺たち側から来よったわけよああなるほどねで俺たちもなんかえあっちに通せ通せって言って江口側の方に<う>押したから<う>江口側の OB もこっちじゃないみたいな感じで押し合いが始まって <laughs> 一応昨日すごかったぜマジでよかったいやいやそんなのさお客さん見てて引くだろい,い,いやいやまあ引いてる人たちも多分いると思うやっぱちゃんと普通に見たいっていう,うそりゃそうだろそういうもんじゃないだろそうそうそう,そう でなんかこの三振ジャガ上の三振引いてる人ももう三振ポーンって置いてめっちゃ走っていってからその青年会で突っ込んでいってで俺たちはもうその先輩を止めるってなってどういうこと三振ポーンって置いて突っ込んでいくってどういうことなのそれいやなんかね一応多分ね画像上がってますツイッターとかでもいやいや上がってますぜひご覧くださいじゃないよお前なんか今の告知で俺 止めたけ一生懸命いやそれは止めないとお前だけど周りのお客さんが急になんか一言「ピエロがマジになってる」って言われてああなるほどね俺こんなパッパラパーな格好してちゃんと止めてる自分の姿見てああちょっとだけ冷めたっていうまあでもな止めんといけんからそうそうそうでもすごかったですよ昨日は本当にそんなになめっちゃすごかったじゃあ俺見に見に見に行きたかったのにああぜひ なんか見に来たらいいや俺お前いるかなと思ったわよなんかぽつんとよなんかどっか観客の中にんか誰か地元の中にいるかなと思って見渡してるけどトーボ俺いないのじゃあ俺こっちは茶炭でしょ茶炭っていう地域で沖縄市っていう地域もエーサーが盛んじゃなすか盛ん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 で僕おばあちゃん家に行ってお盆だからでま線香をげて 帰ろうかなと思ったときに久しぶりにちょっとお盆休み嫌だったしちょっと見たいなと思ってチャタンのところうろうろしたけど全然音聞こえんかったばあ休憩してる時間帯だったからあれと思ってじゃあやってないのかなと思って沖縄しに行ったばあ百軒通りっていうところ有名なところがあるんだけどしたたか人いっぱいいてからよ。 一人だったからもう圧倒されて U ターンして帰ったやつおお降りれん降りれんといやちょっとぐらい見れやいやいやもう見ない見ないあるかやあの人の多さにびっくりしてああでもうそのままあのうんもう普通に帰ったって感じ帰宅ですよ何こうそんなすごかったんだすごかったすごかったで俺もう指笛とかもずっとやってたからこの上唇の上がよ今膨れてるわよなんで このずっと歯に当たってからこうやるさ口をすべめるからこの上唇がこの前歯の方に当たってめっちゃ膨れてる今何ものその後遺症はでただでさえたらこ唇だねもっと唇膨れるやしと思って何なのかその指笛しすぎて唇が膨れるっておんのどうなったらそうなるかいやでも楽しかったですよ本当にじゃあこれできたらさ指使わないやつベロでやるやつ いや今日ちょっと調子悪いなこれあとよ聞こえないと自分自身であんま分からんやつだああいいどこを変えたらいいのか分からんああなるほどねほらフィーフィーまあまあまあえまあまあまあ、まあ。いやいえ、こんぐらいの音量お盆かき消される余裕でかき消される <laughs> でもいるだろう、これやれたのが絶対便利だからよ。ああ、まあ便利だね、だって両手握手ね。<laughs> <laughs> ちょっと調子悪いす。調子悪いですね、今日は。<laughs> いやー、面白かったな、昨日は。<laughs> いやいや、何だもん本当に面白かったです。そしてツイッターネーム、はい、ノードンさん、えーはい、アイラブダブルミナさんから投稿です。ありがとうございます。えなんて検索したらいいですか画像見たいですということで、いや、もう見なくていいんですよ。まあ,まあ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 。 見なくてもいいですし見たかったら見てもいいですしなんで検索したらいいじゃあガルって検索したら多分誰かが撮ってるのをツイッターであげられててえ出るのそうそうそうリツイートといいねが結構増えてましたよ怖その人そしてツイッターネームシプリームさんですかねあれですああやりましたやりましたいやだからこのガーエっていうのオーラ性っていうのどっちが正解なのどっちも 言うんじゃないですかね<ー>でもこれ地域なのかな分からないです俺はなんかガエっていうよりもオーラス性っていうタイプだわけどそれ青年会ではなんて言ってるのみんなああ多分でも半々ぐらいオーラス性しに行こうかっていう人もいえばいやー生からガエどっていう人もいるあ<ー>何なのかな何言ってんのや <laughs> そのまま方言で進めるのいや今,今から今からガエだよっていう人いるな ガーエーってどういう起源なのかなガーエーって <laughs> でもなんか喧嘩の応援がちょっと変わったそうだけどなああなるほどねオーラスとかオーラス製ってああ昨日そんなすごかったんだすごかった <laughs> 昔ぐらい昔ぐらいぐらい,いたいたそんな多かっためっちゃいたすごかったよ本当にでも<え>あのー、やっぱいいよあの ユニオンだった頃がでもやっぱなんかいいなんであのスーパーだからデジャージ明るい場、はいはい,はい,はい。だけど今居酒屋になってるからちょっと暗い前ああなるほど、ね、だから街灯とかもついてないから <laughs> あんまりはっきり見づらいっちゃあ見づらいかもしれないあ<ー>だからもう青年会のスピーカーにちょっとなんかライトつけてみんなをちょっとパッて照らしてるとかえでも い居酒屋の光はないのないのよ居酒屋の光がなんかもう淡いオレンジぐらいだから、えー、全然届かなくて、えー、まあまあまあで,でも人いっぱいいたんだろうい,いっぱいたいっぱいだだって俺久しぶりに行ってまだこんないっぱいいるわと思ったのええー、ちっちゃい子とかも家族連れとかもいたしあでも外国人もいたやつさあ 中国人とか台湾人とかの方とかいたってこともいたしマジで行ってるすごっあとアメリカの方とかもいたはチップ感覚で一応寄付金払ってたやつさええもうデイジムキムキの合体のこの外国の方が来てから「エイさんナイスエイさんナイスナイス」じゃないサンドのホーで渡されて「ありがとうございます」って言って「名前何ですか?」って言って「うんいいです」なんああー で、これもちゃんと発表してから外国の方から3ドルとか言ってへい面白かったですよよかったよかったいやいやいや何だろうや誰だお前さっきかこのエイサーの青年会の感覚で喋ってるってエイサー評論家チックになってるいででもそんな外国人いっぱいいるんだ行きたかったんだやっぱ県外の方もねなんか見に来てたのがなんか嬉しかったですねあとまあいいや何でもないあのね多分よ 県外の方で熱狂的なジャーガルファンがいるわけよ。おフィルバって。で、ちょっとフェイスブックで探してその人。で、俺なんか後輩から見せつまらたんだけど、もうジャーガル青年会のことをもう崇めすぎてるわけ。おで、公民館の画像とかも撮ってフェイスブックに載せてるわって。僕の聖地です。すご聖地。すごと思って。 でなんか青年会のポロシャツとか T シャツがあるわけ、うん、その青年会に入ってる人たちしか着れないような、うん、なんかこのお盆なんか、あのお、ー、見分けつくようにってあーなるほどねでその人を多分自分で作ってるんだですえ<っ> <laughs> このもこの超綺麗にジャーガルポロシャツを着て三振持ってこのバックショットで撮ってるわと,<ー>と思ってはと思って誰か つながってプレゼントでもされたのかなと思ったけど誰も知らないって言ってたから多分自分で作ってるあすごっめっちゃ熱狂的なファンがそういう人には一応あげれないんだやっぱりでもああそうだねあげれないちょっと足りないわけよやっぱり人数分しか作ってないからああそうなんだもんそれんでそこだけガニってるもそうだ分からんけどまあっていうのがいてへえそうそんなに そうめちゃくちゃいっぱいいたよ、えー、めっちゃいっぱいいた熱狂的なファンとかいるんだじゃんいる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 るずっと追っかけてる人もいるしねえ三 ?3 日間あまたこの人いるっていうぐらいすごいんだけどいや本当にだすごいエイサーって何じゃあその…えっと…違う地方…地域の方とかの人入れないのああうんそんなことはないよ じゃあその人も入れるわけ聖地の人も聖地の人も入れるとは思うけどもちょっともう年齢的な問題だったなあーなるほどねもうちょっと30代ぐらい30代か40代ぐらいだったから30代とかはできるまだじゃいやあ多分ちょっと厳しいかもしれないああなるほどね、うん、踊りきれないと思う多分ああ<ー>入ったとしても多分あるじゃない水熊とかじゃないあやかん持ってコップ持って隣でこう水を入ってなるほどね はははいはい、はいもうじゃあ、あれだな来年俺もサナジで出るよじゃあ,あ,あいいねいや、出れるばや、モデルに出のに、<laughs> なんで俺は出れるばいや、むしろだから、その青年会のこの三振とか OB してる人たちもあ俺たちがゲ俺芸人やってるってのは分かるわけよあー、なるほど、えーでピーチキャススルでだから、おあれおいかとは今日いないのいや、なんでよいやいやいないですよって言ったら、<う>なんでなんかサナジとかやらしたら面白いのにとか言って、え なんか一応全然ウェルカムな感じはしてたそれはもうあれだろう特別待遇みたいなことだろそうそう特権でそうよ普通はないだろう <laughs> 普通ない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 できないできないできない要は今までちゃんと積んできてる人じゃないとできないはい,はいできないできないも <う S 1> でもなんかちょっとお前が会長やってたっていうのもあって俺の人となりっていうかこのバックボーンも見えてるからできるってことでよ <laughs> そう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 ピーチキャスの2人でそのじやった方がもっとお前有名になるだろうとか言われるできるんだ <laughs> でも普通 他の地域でそういうことありえないだろいきなり来てからいきなりというかまあ例えばいきなりはないにしろ地元の友達とかがさないんじゃないかないと思うだろないないないできるってことでしょできるんじゃないすごっお前だけやんたぶん俺めっちゃラッキーやしやろうかなやろうやろう昨日だからその十字路でこの打ってる時に同級生で打ってたわけだからさなじはなんかこの どうやって盛り上げるか、どうやったら楽しめるかということで、エイサーの演舞がちょっと後半ぐらいに差し掛かってきて、俺は普通のやつだ、そしたら後ろの方でなんか、演書いてるやつだと思って、このさなじたちが。で、終わった同期生なんだけど、なんかのと思って、パって見たら、え、バーベキューしたはっ急に。どういうことだからボケで肉焼き出してる、チューって。がか ボケがもう飛びすぎてよく分からんやでそれをんか観客に切ってからあげてるばっいやいや危ないよ怖っ食いたくないし貴重な絶対ちゃんと焼けてないしな三振で出ようかないやそれは無理弾いてるふりして引いてる振りしてああそれだそれって出ないよ出れるわやどこまで俺権力は権力って特別待遇するだからんかふざけたれふざければさジ人の衣装着てってことでしょ いや無理それは無理です何よ無理だもそれは無理無理だもんそれは無理それは無理ん無理やったいや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 弾いてる子はい人はスピーカーの横に立っとくってこと無理崩すかダメなんだそれはちょっとそれはすまんじゃあさら地の格好をしたらオッケーってことサナ地の格好をしなんかやったら家にへえ要はだからあふざけてるなって思われるから そしてツイッターネーム、はい、シュプリームシュプリームさんですねありがとうございます沖縄には15回以上行ったけど、はい、生エイサーは見たことないんだよね<え>ちなみに毎年8月に東京・新宿でエイサー祭りがあるけど規模と観客が半端ないとへ<ー>、えー、新宿エイサー祭りですねっ行ったことあるのいや一応うん いやあの聞いたことあります。見たことはないですけども、なんかおっきいのが多分この新宿 A さんまつ多分沖縄市の青年団体がなんか招待されてああなるほどなんか言ってたような気がします。いやでもすごいねなんか沖縄でそんなに来てるんだったらぜひ見てほしいです。ねえ見に来てくださいぜひぜひ。えそして FM 喜ノ川スタッフのえゆきさんは内チュー出身だけど三振のえ歌いでね歌いでやってるよね。 そういうね細かい情報までありがとうございます。よく知ってるねバレましたけど。はいはい。じゃここでどうしましょうか。ちょっと一旦 C.M. いきましょうかじゃ。はいじゃ一旦 C.M. お願いします。俺ないけど。チャイマックスがなかったっすね。はいはい。見つかりませんでした。 あとじゃあ、何かかけたいなちょっと次トーク入ってる間1回5分ぐらいちょっと次の番組が初めてなので打ち合わせしていきましょう分かりました全然、えー、大丈夫です 曲いったら、うん、<枚>さあということで引き続きピーチキャスの借りお楽しみくださーいお願いしますあの昨日まあエイーサーお盆だったじゃないですかはい、はい、ですっごい貴重な体験をしておいにあのねこの先輩が <laughs> アジアアロアナ <laughs> はアジアアロアナ <laughs> アロアナ を飼っててお前今日あれだよなお盆だから感化されてるのか分からんけどうん、うん、方言とかも知らない単語とか俺が言ったりとかしても全然フォローしてくれない <laughs> 自分もスラ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 喋ってるけど <laughs> エイサーラジオじゃないよこれいか,か,か、うん、県外の方も聞いてる聞いてる聞いてるねアジアアロアナアジアアロアナアロアナを先輩が17年間飼ってて、うん、でそのアロアナちゃんがそんなのがきするんだ うううんそうそうするするするアロアナは、うん。でちょっと魚でしょ魚。ちょっと死んでしまって、うん。おうお。60センチぐらいを。食べようってなっては。は <laughs> 嘘だろ。<laughs> <laughs> 俺味はアロアナ食べたやつさ <laughs>。ええ、来たなは初めて <laughs>。見る。ええやー。どういうことかよ。 いやだからもうだらその持ち主がもうみんなで食べようってなって何食べようって、うん、ペットとして飼ってたんだろうそうそう飼ってて鑑賞用としてよ、うん、でももう亡くなったからなんか埋めるのも捨てるのもちょっと嫌だってなってはなんでなんかせっかくだからここまで大きくなったからちょっと食べようってなってるやばいだろでち,ょっとちょっとこの料理する前なんだけど<あ>なんだばそれ <laughs> ええー、いやいやお前 ラジオで動画見せられたままだからこ,こ,んこんぐらいのなんかん今もめっちゃカッチコチだっけこれでこの料理がえー、っとねにんにくバター焼き<ん>これはっええー、アロアナをんにんにくバター焼きにして<ん>めっちゃうまかったいや嘘つけよお前本当。びっくりした俺もっとなんか 一応まあ淡水魚やしああなんか変な臭みとかあるかなと思ったけどああなんか川魚っぽいような臭みとかなんかあるかなと思ったけど全然臭くなかったむしろめっちゃもちもちしてた身が怖いよお前何ならしてるもんお前 <laughs> ほら見てみよほらツイッターにもヒロちゃんさんですねありがとうございます <laughs> え死んだの食べるってえって言ってほら <laughs> じゃあどういうことよやだだかかららそれはだからもうみんなで ちゃんと美味しく食べましたよいやもうマジ勘弁してよでもマレーシアとかではもうアロアナって食用ですからあ,あマジでそうそうそうあそうなんだそう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 鑑賞にしてるの日本だけですからねえ、そえアロアナって。中国とかは違うんだ違う違う違うもう普通に食べるえーそうなんだマレーシアとかブラジルとかではもう全然じゃ安いってことあちら辺では安い安い日本だけ高いのあんない？高いあ、だけどそれ鑑賞用で品種改良してるやつはも,うもちろんその あのー、マレーシアとかでも高いよ<ー>赤色だったり青色だったりしてるのは<ー>でももう普通のなんか金とかそのこれはこれはいくらぐらいしてたのかとこの先輩のアジャラな<ー>これ多分三30ヤバっ30万ぐらい <laughs> ぐらいでうんだもう6 0ンチからいめっちゃでかかったのにも やばいだろうもうギャラドスよギャラドスほらほらほらツイッターにもヒーローちゃんさ、うんありがとうございます、えー、生きてるのを、うんえー、締めて食べるのはいいけど死んだのって年とか病気とかでしょ大丈夫なんですか <laughs> そう俺それめっちゃ心配だったの病気だったらどうすんのいやいやわそ,れそれは分からなへんさもうんで死んだかはちゃんと聞かなかったいや怖さよや <laughs> ありえるかやでももうねもう,きもう 今後食べることはないんじゃないかなと思ってそしてツイッターにもノードンさんアイラブ皆さんですねはい食べてみたい食べたいんだウィーじゃないよやウィー意外にもちもちしてたぜいややめても本当にまあまあしかったよ味付けもあの居酒屋やってる人が料理してたから一応ちゃんとうまかったですかホに白身魚白身魚もちもちしてたもちもちって言うななんかよ 3倍美味しかったからマジでびっくりした俺もっと本当にもうまずいと思ってたわよ、えー、あれはもうお前でも食える、うん、えー、いや余裕でいやいや食えるな俺はでうろこもなんかフライで揚げててでうろこも食べたけどうろこはまずかったやつさ <laughs> <laughs> ポテトチップスみたいな,なんかパリ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 って最初はなんかおなんかつまみにめっちゃいいと思ったら後からなんかよ <laughs> 砂利みたいになっていってから細かいなんかセメントみたいな砂利とかマズってなって鱗はマズってなってえぇ、ー、鱗はちょっと食えんかったです、えー、そしてツイッターネームシプリームさんですねはい、えー、一口1000円以上するような結構高価なやつを食べたんだ、うん、ちなみにご飯とパンどっちがうってご飯ですねえぇにんにくめっちゃみんな意外に興味あるんだ <laughs> 俺もうめっちゃ嫌やしさ一応あの見た目はちょっと衝撃だったやつさ 本当にこの冷凍庫に入ってるのをパッて焼き瞬間にはーっと思って、本当にこれ食べるのっていや、マジでよ、はーでも昨日だからみんなで打ち上げしてるときに、アロアナのにんにくバター焼きできたよーってなって、パッて見たら、めっちゃ美味しそうやっさーってなって、じゃゃ美味しそうやっさーとかじゃないやっさ、なんか感覚的なもんなんだよな、めっちゃ嫌やしさ。<laughs> いや正直、嫌っちゃ嫌だったよ、俺も。ああだって、泳いでるのも見たことあるし、カチコチになってるのも見て、それが急にぽって料理になってたから、うんってなったけど、いやでもここはなんかちょっと一口食っとかないと、なんかどっかで話のネタにならんかなと思って、いや、お前芸人だろ、すごいな。で、食べたから、もう、まあ海い、全然美味しかったですよ。へなんかメールが来てるみたいですよ。えメールはい、メールが、メールが、えっと、ちょっとお待ちくださいね。 メールがちょっと3通ほどなんか来てるんですよ3通もねえ来てるそうなんですけれどもれどれちょっとすいませんねはいえー、えー、メール読みたいと思いますありがとうございます、はいえー、ラジオネーム沖縄コンビーフセンターさんからの投稿ですありがとうございますありがとうございます、えー、お二人様こんばんはこんばんは手のひらサイズのファミコンが出たと思ったら今度は手のひらサイズのスーファミが出ますね、うん、ああねえこれすごい <私>何これ俺初耳なんだけどもうねえそして私が子供の頃はこんな商品が出ると想像すらできなかったですねーっていう、うん、ああえな何手のひらのファミコンがあるのいや知らんばお前手のひらのファミコンを知らんやつだカセットめっちゃちっちゃいやつああそう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 はいはいはいそう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 ,そう,そう,そうええー、あれのスーファミバージョンがまた出るってことうんいやもうそれは魔界村とかやり放題よ。<laughs> <laughs> <laughs> デージ懐かしい <laughs>、うん、魔界村 <laughs> 高っスーパーをはみ込んで昔いくらぐらいだったっけあでも昔はもっといってた1万とかまあでもそれでも1万ぐらいで買えた多分1万ちょっとぐらいはしてたような気が今考えたら大人になってるからだと思うけど安く感じる、ねうんうん、安く感じるなあの時あんなに高価なものに感じたのにスーパーファミコンだ,だって今行ったらよ、うん、プレステとかよ 5、6万するやし、一応 <laughs> やばいよな、今の小学生からしたら、やばいんじゃないかなと思うんだよね。手届かんよな、届かん、届かん。だって、お年玉でなんか頑張って貯めて買おうっていうレベルでもないやん、もういやー5、6万は。いよねでも今、プレステのこの4って手に入りにくいの、いや普通に手に入るためやん、もう手に入ります、あれが今、手に入らないのか、あのー、スイッチ。 誰に向かって喋ってればスイッチだいやずっとジェスチャーをするからさっきから何かなと思って誰と喋ってればスイッチだスイッチスイッチが手に入らないそうですねなんか任天堂のああま人気ですからねまあ人気も相まってだから価格も高騰してるだよなあもうちょっとリーズナブルな感じにならんかないやだから小学生たちからしたらどういう感覚なのかなって思ってね 親も親じゃないの感覚で言ったら昔とやっぱちょっと違うと思うけど1万円とか1万5千円ぐらいのさあああああゲームカセット買うっていうのは何か,、うん、かさ、うん、感覚的になんか今自分の感覚でしか喋れないけど、うん、ああまあ分かるなってなるけど、うん、56万ってさ大人でも結構な額やし額大きい大きい買えないよ本当に買ってあげるのかなやっぱりでもまあ子供のためだったら親は買ってあげるんじゃないですかね買ってあげるばやマジなん 釣り竿を買ってあげた方がいいだろう <laughs> これで遊べってお<ん>まあまあまあ56万だったらいい商品揃うからな正直そうそう,そう,そう昔ねえそ大変ですねえ大変ですねええそして続いてもまたメ、えールが来ております、はい、ありがとうございます、えー、ラジオネーム浦添子さんからの、えー、メッセージですありがとうございますありがとうございますピーチカッスルのお二人こんばんは学校が始まりましたお盆が終え少し風気味ですうわっ このね緊張から解き放たれた時のこの風一番キロだからずっと緊張感持ってた方がいいのよそうだな明日もお盆だよ体にいい気がするお二人は大丈夫ですか風邪ひかないように気をつけてくださいねちなみに今日学校行きましたよって学校行ってなかったのどういうことですかね学校行ってなかったのでも学校行けたことはいいことじゃないですかうん 要はお盆の翌日だからってことじゃない夜遅くまで起きててああなるほどね休む生徒とかもいやでもね我々のラジオもしっかり聞いてくれて嬉しいですよありがとうございますありがとうございますそして続きましてラジオネーム沖縄コンビセンターさんからのメッセージですありがとうございますお二人様こんばんは2回目ですねありがとうございますそろそろ沖縄全島エーサー祭りが始まるということでそうですね始まりますね沖縄全島エーサー祭りもありますからね月の日から開催します うん151617すごいよね17日は多分我々ピーチキャスルもあのー、またちょっと別の曲なんですけれども、うん、出張ラジオ毎年やってますんでねええー、ぜひぜひ <laughs> もう会えたらいいですけどえー、そしてえー、ツイッターにもちょっとツイッターたくさんコメントきてますね今日ちょっとねあれちょっとパソコンが動きづらいですか、はい、ちょっとねフリーズしちゃったのあらららこれ今流れてんのかな はい、いやでも,ママでもプレステとかな確かにねちっちゃい頃なんかおもちゃ屋とかで、うん、並んで買った記憶とかってあるなんかお前いやーまああれかな遊戯王のカードとか,かああはい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 <ー>やったなそのぐらいの時は買っただから今はさ、うん、おもちゃ屋さんってないじゃん あるけどさやっぱデパートの中に入ってるじゃん昔ってさもう店舗型であったさコンビニみたいな色々あったけどなそう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 今もうなくなってるよなそう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 ミニ四駆大会とかさあっためっちゃ懐かしいめっちゃ懐かしいミニ四駆大会そう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 なのよありましたありましたそうで俺この親と一緒に並んで勝ったことがある の記たまごっちあなたまごっちはもうよはい、はい、おもちゃ屋さんで、うん、もう父上と一緒になら並んで買いに行ったやつ父上ねうん、うん、もう俺お父さんのこと父上って言うんですけれど、うん、並んで買いに行った買ったんだでしかもめっちゃ人がいっぱいいてこのそのおもちゃ屋さんに、うんうん、15個ぐらいしか。 入荷しないってなって60名ぐらい集まってるばわっておおやば抽選番おーお,ーおーでこのくじ引きと引き換えなんか番号<う>なんかじゃあ俺、まあ、何番か忘れたけどまあじゃあ仮に21番とするさで21番の整理券握りしめて<う>この眼鏡かけたこのおもちゃ屋の店長が<う>それでは今からたまごっち抽選会始まりまーすって言ってブ<う>ーって回してバンって。 まあなんか番と9個とかもうその時点でもう俺ちっちゃい頃やし小学生だから買えないもんだと思ってもうめっちゃうるうるしてるバ俺なんでもう泣き虫やん手に入らないんだと思ってそしたら最後から2番目くらいに21番21番ウソつくら卵っち勝ったよヤやば白すごい白も当たって めっちゃテンション上がったやつあの,あの日は本当に <laughs> あの時はでもたまごっちで結構高かったの分かる6000円から8000円ぐらいしててはい、はい、確かに確かにでそれその喜びをもう今でも覚えてるやつまあその時はな、うん、ネットとかもなもうダメだった そんななんかああいうネットで買うなんてことを文化もないし普及もしてないからああもう直もうお店に時かに聞て <laughs> 明日抽選会やるから9時までに並んでおいでねとか <laughs> すごいな <laughs> すごいすごいすごい <laughs> えー、懐かしい <laughs> 懐かしいえー、そしてツ、えー、イッターでもヒーローちゃんさんから投稿してありがとうございますうちの会社の上司は死んだ金魚を埋めるか川に返すか、うん ガチで喧嘩したそうです <laughs> しかも最近30過ぎの男2人が食べたらよかったんですね <laughs> いやもう何それ <laughs> いや埋めるか川に流すかで喧嘩って <laughs> <laughs> 怖いねまあまあまあでも金魚もね <laughs> 高いのは高いですからねうん確かに。<laughs> <laughs> 金魚なんでアンチ値段する場っていうやつもいますかあるなそしてツイッターにもヒーローちゃんさん出てすぐプレステ4買って1週間で飽きてしてないええもったいないもったいないねえ飽きるのかなどうなんだろう欲しいな俺もくださいよああねえ FM 機能に置きましょうんかねうベストそしてツイッターにもシュプリームさんですねあれです。ええ。親がファミコンやプレステ世代だからねうちは子供に じいちゃんばあちゃんにおでなりさせて自分が選ぶ的なああなるほどねはい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 そのパターンもありますそのパターンありますね大体こういうのって親がむきになって遊ぶっていうパターンありますからねあああるあるあるねその時のゲームであちれてる大人って本当に大人げない時あるよなそうあの本当に熱くなってそうなのよ本当にね恥ずかしいよな恥ずかしいよな 一瞬我に返ってああ違うこれはゲームだこれはゲームだよもうこう言うよ人をおちょくるのはよトーバルはもうめちゃくちゃうまいなんでかお前急に俺をなんか急にまあまあまあいいですよまあちょっとじゃあ1曲いきますかはいいきますかじゃあはいえそれでは1曲お聴きください堂島康平で「飾ラプソディ」 どっかで聞いたのこれ、ね、ど,どっかで流れていやつしたこれ僕は知ってますあ、涼津かん吉ですよねええ。涼津、これ最近どっかで聞かいたのかうん、聞いてる人も多分俺それで撮ってるからどこで聞いたのイベントか ティンガー,ラガーン・こここガーラ・ガーデンで歌ってたんでハガティストは。 の祭りっていつある今月の9月30日ですね9月、はい、今日収録の話があったと思うんですが、はい、あの今も山内の方も来てて、はい、であとあのスタッフもう一人あのゆきさんの方も来るので、はい、対応しましょうね<あ>、はい、このあと多分すぐ収録に入ると思いますのでよろしくお願いしますあ収録収収録なんか収録って聞いたんですけど<は>あの声の声の 打ち合わせだけです、うん、なんか打ち合わせって入ってますけど打ち合わせって入ってますよ、うん、あいや別に撮るんだったら撮るで何何か,なんかあるか,かなか番組のタイトルコール的なものとかかもしれないですちょっとあの,、ま、あのすぐ来ると思うので、はい、ちょっと相談されてみてくださいはいお願いいたしますいいちょっと CM あげたあと今一度ちょっと行ってきましょう、ね、九州と新しく変わってるそうなので、はい、ちょっと取りに行っててあわかりました <laughs> 10秒前です。 さあということで、はい、引き続きピーチキャスの借りをお楽しみください,はいお願いしますあっというまで残すところあと6分となりました、はい、しお願いします、えー、そして、はい、ツイッターネームもシ p r e m さんから投稿ですねありがとうございます沖縄全島エ a サーの司会を友達の朝とミムちゃんが2日間やるので応援よろしくということでおおはい友達 <laughs> <laughs> がやる <laughs> ねえすごいえー、全島エ a サーって何だったっけあれ沖縄 去年とかミキトニーさんがやってたじゃないねえやってたと思うけどね宮島さんとミキトニーさんがそう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 変わったのかな一昨年もやってたでしょねえ変わったんですかね変わったんですけどまあまあまあそこら辺は…はいはいはいまあぜひね応援させていただきますはい応援応援します頑張ってくださいビール飲みながら私はああえな何どういうことどういうことえな何なに何えな…えラジえだよその時いやいえっいやつい。 その前の日俺やって休みですからそっかあなた休みですかはいはいえちょっと待っていやいやい,いかんこいや <laughs> どういうことかよなんですいやダメさそれはそれはそれ,それはもう,もう無理です5年ぶり6年ぶりぐらいのちょっと行かせていただきますかピアフェスタ行くわけはい行かせていただきますよ絶対楽しいさあ楽しいでしょうねえー、<laughs> 楽しいでしょうねいいよ俺,俺も行きたいいやいやもう頑張って <laughs> スペシャルコメディーを頑張ってくれ台本30ページあるびっくらこいたびっくらこいたまさか俺に来るとは思わなかったです本当にいやいやいやまあまあでもありがたいことですけどねはいはいャルさんがやるスペシャルコメディーがあるってことはい16日にその日1日だけですね私がちょっとクーバさんがちょっと別のお仕事で なんかでできないということで僕がもう一日だけそれやりますんで弱われたら見に来てください、はい、グダグダにならないように頑張りますんでよろしくお願いいたしますじゃあちょっとライブの告知ちょっとしてもいいですか、はい、お願いしますとですね9月の10日ですね日曜日、えー、沖縄か月ですね g ラップインか月という芸人ラップするってよっていうライブがあります、はいえー、チケットが前売り1000円で夜の7時からやります、はいえー、トまりンアネックスビール2階にあります吉本沖縄か月で開催いたします、はい、チケットはまだまだありますので欲しい方 方はぜひツイッターなりなんなりちょっとコメントをよろしくお願いいたします。お願いします。さあそしてですね9月の15日、はいえー、復活します吉本うちのランキングライブが開催いたします。あいやいやいやまあでもあのー、前やってたハピナハでのこのランキングライブともまたちょっと システムががらりと変わってますので楽しめると思いますのでぜひぜひそちらも遊びに来てくださいよろしくお願いいたしますああそれは楽しみですね、はい、でまあそのぐらいですかね今のところのライブの告知は <laughs> そのぐらいですかねそのぐらいですね、えー、このぐらいですこのぐらいですかはいこのぐらいですチケットいっぱい持ってますんでよかったらぜひぜひコメントよろしくお願いしますお願いしますはい、はい、さあお たくさん喋ったいやたくさん喋った。ったほぼエイサーの話してたよあそうだなエイサーとアロワナしか僕に残ってないやつああ一文字の話もするってやったような先週えじゃあ先週はなんかバーベキューとかの話で1時間ぐらいやってでその終わりになんかああ釣りの話もしたかったのにとか言って来週やろ来週やろって言ったらもう全然もうエイサーとアロワナの話に持ってかれてしまって何だよもうそれは すいませんいやいや来週じゃあちょっと釣りの話もして <laughs> 釣りの話というかなんかもう男のラジオだな <laughs> 釣りの話してエイサーの話して <laughs> アロワナの話して <laughs> どうにもならんよこれこの誰…お前 <laughs> いやいいでしょうよいや,いや、まあ、ふもう… 一部分の人にしか受けないラジオになってますから、ね、そうですねまあでも今日もねツイキャス向いてくれてる方も結構増えてましたんで、はい、えぜひぜひ来週も聞いてください、はい、お願いしますさあということで今週のピーチキャスの借りはここまでです、はい、お相手はピーチキャスル前城翔と、えー、ピーチキャスル東張でしたまた来週お会いしましょうさようならーバイバーイ ありがとうございました。また来週お願いします。ま電話は一生ならね <laughs> 確かに。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。です,すいません、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。おはようございます。あれおはようございます。